ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は2024年の10月の8日火曜日です。今外はだんだん晴れてきましたね。ちょっと明るくなってまいりました。今日は、若松新さんの人間牧場20周年記念事業連林地区公開セミナー&20周年の集いというのね、このイベントといいますか行事をですね、この後見ていただきますので見てください。その中で出てくるのが200体の人形が語る漁村の暮らし展というんでね、これは人形作家の林さとみさんと若松新さんがコラボしてできた作品であります。それをこの後見ていただきます。その中で結婚式の人形が出てくるんですけども、それは若松新さんの結婚式であります。ですからそれはですね、並ぶ順番、親戚の並ぶ順番もきちっと考察を入れてですね、きちっとなっています。スクラムもね、見ていただけたらと思います。また後でお会いしましょう。今12時44分だそうであります。まもなく始まります。今日は連林塾公開セミナー&20周年の集い人間牧場20周年記念事業であります。まもなく始まります。ちょっと始まる前の会場を撮っております。今回はこの人形がねすごいんです。ずっと周りに配置されておりますけど、これは本当すごい人形であります。100人ぐらいなんじゃないですか。だっとね、こういう形で人形がずらり並んでおります。いやすごいですよね。はい、こんな感じです。合わせて全部できるので計算してやったら、そう、まあ、まあ、完全逆になった。歴史の書いたやつがどっかに会場に終わりにずっと並んでいます。会場に並んでいます。こんな感じでやります。はい、子どもの年中行事の猪子、猪子いやこんな感じでこっちから撮って今度は子供の遊びを行って、こっちの猪子です。そして、子供の遊び、すごいな、これ二重の行って。いろいろだ。紙芝居。
はい、どうもどうも。生で初めて見せていただきました。Facebook ではね、ちょっと聞いたのが、はい、すごいいただいたんですよ。この年中行事嬉しいか、去年がこっちで今年がこっちなんだ。お祭りだ。子供みこし、みこしが来て、みこしだ。いやいいな。もうこれはなんだ、すごい大作。あ、これは結婚式だね。ギュッと花嫁ギュッと引いて、今度こっちから行って、私が人形。ああ、そうなんだ。大変だったでしょ。楽しかったです。すごい楽しかった。あ、これが、はい、もうたっぷり若松さんのなんか思い出話いっぱい聞いて、でそれでイメージ膨らまして作るって感じで。あ、そうなんですね。はい、はい、はい。
いかがでしたでしょうか、紙人形。いやびっくりですよね。あの紙人形を作るのにも、まあ、相当時間もかかりますし、またそこへ展示するのもね、大変ですよ、あれ。また正確に、配置も正確に考えて、演出をされているわけですからね。まあ運び込むだけで大変、もちろん作るのは大変、運び込むのは大変、また片付けも大変でも見る人が見てましたね、会場でも。いやー素晴らしい。200体の人形を語る漁村の暮らし展、またその映画でもなくて動画でもなくて紙人形で表現する、この表現の仕方が素晴らしいですね。手作りで作られたあの紙人形思うとね、まあぐっ見入りますよね。いかがでしたでしょうか。またね、本物見るもまたいいでしょうね。愛媛県は伊予市二見町へね、もしまた行かれる機会がありましたら、また見る機会があるかもしれません。また、この人間牧場の20周年記念事業は、また次のね、で、またこれを動画をどんどんと先に進めていきますので、お楽しみに。してください。ごきげんよう。